はい、こんにちは、スコモのハヤトです。坂田です。よろしくお願いします。坂田さん、重大な報告あります。はい。また一つ見つけてしまいました、僕。何を？まあ僕らの動画です。1月ぐらいにハッシュタグっていう、はいはいはい、ブランドイアンって言ったの出したじゃないですか、うん、コスパ最強やーって。コスパ最強で、もう品質も高くて、うん、まあ革のカバンとかね。そうだね。ゴリッと出してるブランドだったじゃないですか。はい、そうでした。あれにね、匹敵するんじゃないかなと思ってます。マジ？掘り出しブランド感がエグいじゃん。エグいっす、エグいっす。掘り出し感エグいっす。マジ？で、なおかつ、なんと、ここから、ついに、はい。革じゃないです。革じゃないです。そうなん？革じゃない小物で、はいはい、素晴らしい素材を見つけてしまいました。ほう。これ、ちょっとね、反射して見えてないかもしれないですが、サイタスさん、はい。というブランドになるんですけど、はい。今回、サイタスさんとですね、はい。まあ、いろいろな、僕結構共通点があって、はい、まあ、建設業界出身とかね。はいはいはい、はい。まあ、ここの、CEO の方、社長さんがもともと建設業界出身で、はいはいはい。まあ、建設の大学を卒業して、まあ、ハウスメーカーで設計をやられて、そこから、もうガチガチの本職の人？ガチガチで設計やってた方。へぇー。で、その方が、独立して、うん。財布とか小物を作るっていう。小物を設計しだしたの？そう。へぇー、面白い。デザインがね、めちゃめちゃ特徴的なんですよ。はいはい。だからまあ、違うルートから来てるもんね、うん、他のブランドとかとは。そうそうそう。デザインね、ちょっと凝ったみたいなところが、非常にね、いいっていうのと、素材がね、革じゃないんでしょ、でも。革じゃない。先に言っちゃった方がいいのかな、これ。タイベックっていう素材なんですけど、まあ、高密度ポリエチレンかな。で、まあ、簡単に言うとですね、和紙みたいな素材なんですよ。はぁ、和紙はだから高密度なんだ。うん、和紙の紙の密度と、うんうん、まあ、ポリの素材を掛け合わせた、うん、ちょっとね、プラスチックっぽい和紙っていうのかな、はいはいはい、の素材なんですよ。ポリエステルでできた和紙ってことね。まあ、そうだね、そうだね。言ったら、うん、極端に言えば。そうそうそう。へぇー。だからね、和紙の独特の味も持ってるし、ポリが持ってる水に強いだったりとか。ああ、そっか、っていうのを掛け合わせてるんですよね。いいとこ尽くしじゃん。うん。だから鉄筋コンクリートみたいな感じです。鉄筋は、引っ張りに強いと。あ、そうなんですか。はい。コンクリートは、まあ、曲げにね、ちょっと、まあ、強かったり弱かったり。で、鉄筋とコンクリートを合わせることによって、まあ、強い構造体ができるって。むずいな、言ってることが。これは鉄筋コンクリートの仕組みなんです。あ、そうなんです。それと同じです。和紙とポリエチレン。いいとこ取りしてた。いいとこ取りしてます。はぁ。まあ、和紙だけだとね、本当に、まあ、ちぎれちゃったりするじゃないですか。まあ、それ紙だから、ね。紙だから。言ってもね。ちぎれない。水にも強い。で、なおかつこれね、エイジングが出るんですよ。ほう。社長の CEO の伊藤さんとね、ちょっと、お打ち合わせをさせていただく機会がありまして、はいはい、まあその方は、もう1年以上ね、そのサイタスの財布を使ってるわけなんですけど、そ、ね、それ実際に見させてもらったんですよ。うん。すごかった。えぐい。もうね、うん。まあ、あと、あとで新品をもちろんね、お見せするんですけど、うんうんうん、まあ新品はね、ツルッとしてるの、本当に。表面が。それが、まあ、和紙だから、うん、ちょっとね、くしゃくしゃにはなる。はい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 、はい。くしゃくしゃの財布になるんだけど、そのくしゃくしゃ感がめちゃめちゃいいのよ。へぇー。陰影がついて、はいはい、表情が出る。シワのところが。デコボコする。そう、デコボコして。へぇー。だからね、まあ、どちらかというと、ちょっと岩っぽく見えたりとか。はぁー。しますんで。じゃあ皮にもちょっと似てる部分はあんだね。似てる似てる。エイジングっていうとこだけで言ったら。そうなんです。皮とはエイジング仕方が違うかもしれないけど、そうなんです。変化が楽しめるんだ。はい。なんでちょっと今日はね、それらを紹介していきたいなと思って。はいはい。なんか届いてましたね。届いてますね。サイタスさんから。ありがとうございます。ありがとうございます。ご提供、これご提供いただいたっていうことで。これはもう、やっぱ共通点が多かったんで。ああ。ご提供いただいちゃいました。ありがとうございます。まあでもね、もうその、社長さんと、まあ、意気投合して、ガチで話したんですけど、うんうん、もっとガチンコでレビューしてくれっていうのを言われてるんで。はいはい。あ、じゃあもう言っちゃっていいわけ。そうそうそう。コビへつらったらお前逆に怒るぞぐらいで言われてるんで。怖えやつじゃん。めちゃめちゃ優しいです。その人怖えやつじゃん、絶対。そうそう、まあ、レビューとかで、ちゃんとお客さんの声を聞きたいんで、そうガチンコのレビューしてくださいみたいな。ああ。全然ボロクソ言ってもらっても構いませんっていうふうに。はい、ああ、ほんと。言ってくれてたんで。ああ、そう。はい。じゃあもう革系の業界の人はどう考えるのかっていうのがこの動画でわかる。そうだね。はあ、はい。面白い。このサイタスさん。うん。シンプルさは、究極の洗練であるっていう、うん、まあ、その英語をね。うんうん、英語の頭文字を取ったら、このサイタスっていうものになるんですけど、まあ、シンプルさもね、特徴なんですよね。へぇー。ただその中に、輝くデザイン。これもう、まさしく見てもらいたいです。
もうちょっと早く見ようよ。あげちゃいましょう。いっちゃおう。私の方にあるのはミニマリストウォレットタイベック。私の方にあるのはスリムロングウォレットタイベック、はい、になります。まあ、これもともとね言ってたんですけど、僕は結構ちっちゃいのが好きで。光っちゃって見えないかな。開けていきましょう。これは楽しみだね。うーわ、もうこの開けた瞬間からかっこいいんだけど。かっこいいね、このなんていうの、この包装紙が、包装がね、うん、これいやーこれ、おお、ちょうどいい大きさ、すっげーコンパクト。俺手ちっちゃいのに全然握れるから。サナさんグリーンですもんね。私はそうですね、深緑みたいな色ですね。うん、見てこの小ささ、コンパクト、ほんとミニマリストって感じですよね。え、めちゃくちゃ、うわすげえ、これ触り心地すげえわ。すごいよね、紙みたいじゃない。うん、なんかオブラートみたいな。あー、なんかもうほんとツルツル、スベスベ。これはいいね。しかもこれ僕マジックテープの音嫌いなんですけど、磁石なんだ。そっちは磁石だ。すげえ、あ、ほんとだ、紙だね。なんか紙でしょ、その感じ。わかるっしょ、開けてわかる、紙だわ、確かに。さらにこのデザインえぐない？そう、これが一番の特徴ですね。いや、俺これよう思いついたよな。すごいよね、これこの発想すごいよ。幾何学模様ですね。普通だってさ、ここが2枚2枚2枚じゃん。うん、じゃあ2121にすることによってこんな綺麗になるっていう。いや、これトランプタワーみたいな、うん、かっこいいと思うよ。ここに、まあ、1枚1枚カード入るような形になると思うんだけど、うん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 、かっこいいと思う。めちゃくちゃかっこいいと思うよ。僕の方もまあ幾何学模様みたいにはなってますね。ああ、そうだね。すげえよ。すごいよね。あ、そう。これでこの薄さ、確かにコンパクトだね。これめちゃめちゃ薄いっしょ。だからこれ単純に長いってことだよ。うん。俺のはそうだ、ね。サイズのね、倍ぐらい違うから。倍ぐらいその縦長になってるから。あ、これ磁石の感じめっちゃ開けやすいね。そう、こっちボタンなんだ。こっちボタン、へえー、なんでだろう、こっちボタンなんだ。え、俺こっちも磁石の方がいいと思うんだけど。まあね、なんでボタンにしたんだろうね。うん、圧がさ、こっちの方がやっぱ強いんかな。あー、そっか、小さく折りたたむから。そういうことか、開いちゃったよ。こっちも磁石でもよかったね。ね、こっち磁石だったら。この磁石めっちゃいいね。この磁石エグいよね。この磁石めっちゃいい。この磁石心地いいよね。うん、あ、そういうことなんだね。でもこういう風、あ、これがエイジングしてくっていうのは、でもね、触ればわかると思う。多分見た感じじゃわかりづらいと思うんだけど、うん、紙だからシワがつくのは当たり前かなって思う、うん、こことかね、あ、折り曲がってるとこちょっとついてるのが、あー、ついてるね、この辺が。そう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 、それが全面に、そう、徐々に徐々に広がっていくという。なんかいいね。これメンテとかは必要ない？メンテは特に必要ないです。ポリだから。ポリだから。もう。すげえな。拭き上げてあげれば大丈夫。まあまあ汚れたらちょっと拭いてあげると、うん。めちゃくちゃいいけど。他にもですね、あの真鍮の、まあ、キーチェーンみたいなのも出していて。真鍮。エイジングする鉄、そうですね、金属ですね。はい。これですね。シンプルー。シンプルさはね、ティアドロップみたいな形だね。シンプルさは究極の洗練である、洗練であるですね。だからね、はい、はいはいはい、まあここをベルトに引っ掛けるとかだね。うんうんうん、いやこれね、ちょっと俺欲しかったんでね、前々から。あ、そうなんだ。実はそう、こういうのがなんかアメカジとかでも似合うよね、うん、こういうのはね。まあ、あのキーケース持ってくほどのなんか時じゃないなっていう時ね。あるあるある。そういう時にね、使いたかったのこれ。まあ、あと大体鍵ってさ、賃貸とかだと2個もらえるじゃん。うん、で1個はじゃあ外軽く行く時よ、うん、もう1つは仕事行く時よ。いや、これもね、できるから。これね、いい感じになると思うんだよね、俺。味が、あ、ちょっとくすんでいく。まあ真鍮はね、そうだよね、いい感じになると思う。これもね、楽しみです、僕は。ちょ、あと気づいたんだけどさ、はい、磁石って普通、四角とか丸じゃん。うん、これ多分線の磁石だわ。線の形、一本線。これちょっとうっすら浮き出てるの分かるかな。このほら見て、ハヤト見て
ああ、線だね。一直線の、それ一文字の線の磁石だ。はい。だからこんな音がいいのかな、なんか。ああ、そこにも。って。うん。なんか、めっちゃいい。ずっとやってられるわ。パチパチやってられる。うん。いいな。ちょっと実際にお金とか入れてみていい？ああ、ちょっとぜひぜひ。入れてみてください。ですね、坂田さんのは、うん、サイタススリムロングウォレットのカラーがグリーンで、サイズがですね、横7センチ、長さ19センチ、厚さが2センチから。そう。おう、これさ、札ってどこに入れるものなの？ここ？そこでしょ。これさ、奥まで行っちゃうんだけど。え？ってかなんかマジックみたいになってん。消えちゃう。え、ちょっと待って、これ転送システムついてる？本部の方に送る。ちょ、見ててくださいね、これ。普通に考えたら、多分まあ、このぐらいの感じで札入るんですけど、これ永遠に奥まで行くんですよ。ほら。札入ってないように見えない？これどこに行ってんの？あ、貫通システム？違う。懐深い。懐が、こっからここまである。だからこっちから見ると分かりやすいかも。ここまで懐。あー、だから、これ多分ここまで入れてもいいんじゃない？人によっちゃ。でも使い方むずそうだね、それ。まあ、出せないよ。奥まで行っちゃった。コンビニの時に。だから、へそくりとかなんかな。いいかも。今日3000円しか持ってきませんって言って、奥の方に5万円潜ませて。だから女の子とかいいんじゃない？だからこうやってこう、めっちゃ奥の方にお金入れといて、あ、ごめんなさい、お金、下ろしてくるの忘れちゃったーって。うわ、怖っ。怖い使い方やな。これだって今お金入ってないように見えるでしょ。でもこれ奥の方から取り出せるんですよ。入ってるんで。やばない、これ入ってるんで。これだからパパ活女子必見の財布かもしれない。そうだね。でもちゃんと普通にスリムだけど、入れようと思えば全然入れれるけどね、普通に。そこ下つな、なんか下が、あのだから袋みたいになってるんで、どうしたら見れるだろう。なんか伝わりづらいかな。あ、お守りとか入れたんだ。ここまでだから届くんですよ。ここ、今指入ってんですけど。こういう感じで、こっから入れてくと、こっちまで袋になってる。この四角で。面白い。だから一万円札とかだと若干折れ曲がっちゃうかな。そんなことないか。ちょっと後になるかなぐらいかな。うん。折れ曲がっちゃわないんだよ。うん。ちょっと下が、こう。あ、曲がっちゃう。ちょっと曲がっちゃうかな。その財布の形に。カールするくらい。うん。でもまあ、それは別に気になんないな。うん、正直。これスリムロングウォレットだからね。ロングウォレットの方もちょっと気になるね、形。確かに確かに。あの、もっと。スリムじゃなくて、だからでかいってことだ。そうそうそう。普通の財布と同じぐらいのなんか、大きさ的には。ちょっとこれ楽しいわ、この財布。僕のミニマリストウォレットの方は幅が 6.5 センチ、長さが 9.5 センチ、高さが同じく2センチですね。めちゃくちゃじゃあちっちゃいの。めちゃめちゃちっちゃい。 6.5 と 9.5 だ。10センチないの。確かにすごいな。めちゃめちゃちっちゃいの。まあ、それだったらマジで前のポケットに入んない。うん、そのケツポケじゃなくて、うん、とかここだね。なんなら、別に、スマホよりちっちゃいでしょ、だってそれ。全然ちっちゃいでしょ。あ、めちゃめちゃちっちゃいよ。めっちゃいいじゃん。俺でもこの長いの結構好きだわ。うん。長いの好きだもんね、もともと。もともと長い財布が好きだから。でも、細いのがいいね。カバンとかでもスペースそんだよ。うん。あとなんか、僕すごい手ちっちゃいんですよ、実は。早くちょっと手、こうやってやって。ほら、俺手めっちゃちっちゃいでしょ。実はね。そう、手めちゃくちゃちっちゃい。女性と比べても僕の方がちっちゃかったりするぐらいちっちゃくて。はい。だからこうやって握れるから、いい。この、今まで使ってる財布だと、こう握るんですよ。わかる？こっちが握る。ああ。薄い。でも、面で捉えれる。これなんかいいわ。いい。うん、なんかね。触りとする。うん、いい。これめっちゃいいわ。だから手ちっちゃい女性とかいいんじゃない？ああ、そう。これね、あの、ユニセックスの商品で、まあ他にも赤とかね、いろんな色出してるんですよ。そうだね。あの、ライトグレーとか。はい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 。僕のはダークグレーかな。まあグレーか。そう。で、これがね、一番ね、エイジングした時に、さっき最初に言ってた岩っぽくなりそうというか。はいはい。まあもともとね、岩っぽい感じで。岩っぽい。うんうん。石っぽくなりそうだなと思って、それね、めっちゃかっこよかった。
かっこいいだろうなと思ってたよね。うん、その時でもかっこいいけどね、今現代でもその和紙っぽいって言ってたさ、この繊維質な部分、うん、これでも映像じゃちょっと伝わりづらいと思うんだけど、そうだね、和紙のあのね細かい繊維みたいなのが、うん、再現されてるよね。うん、だからまあ、川で言ったらミュージアムカーフのあの村感あるじゃん、 あれとちょっと近いかもね。近い近い近い、あのパッと見は、うん、それに近いかもしれない。あ、そうだね、うん、でこれタイベックね、なんかソフトとハードっていうのがあるっぽくて、ほう、こっちはハードの、ほう、ソフトはあの、まあ、医療関係者、医療従事者の方が、うん、あの映んないのさ、あれ着てるじゃん、防護服みたいな、うん、あれタイベックなんだ。マジで、うん、へえ。じゃああれはそう、そうか、じゃあこれはだからハードだから丈夫でもあるってこと、丈夫なんだけど、まあ、そういうとこでも使われてるような、じゃあ安心の素材だ、しっかりした素材、まあ、あんな防腐層ちぎれちゃうわけないじゃん。まあね、ちぎれちゃったら、ちぎれちゃったら感染しちゃうから、まあそれは大事にされて綺麗な状態で使ってるし、あれよりハードになる。確かに、すげえわ、すげえな、これ横すごくない、めっちゃ線ある感じ。ああ、ほんとだ、これもいいね、うん、かっこいいかっこいいかっこいい、デッキみたいだね、うん、遊戯王の。そうだね、遊戯王カードめっちゃ挟まってる、めっちゃ挟まってる、挟まってるからさ、この縦の力めっちゃ強いわ、あの曲がんない、うん、確かに確かに、そうだね、こうやってって、うんうんうん、そうだね、うん、強いね、強いわ、確かに確かに、型崩れしないんじゃないこれ。そうだね、あんましづらそうだね、中の密度がさ結構濃いから、うん、だいぶ高密度の財布って感じするわ、うん、これめっちゃいいじゃん。あ、でも唯一ちょっと気になるのはこのタグかな、サイタスってここにタグに書いてある、ね、てこれはこっちはかっこいいんだけど、うん、こっちにデザインバイサイタス、サイタス東京、サイタス東京って書いてある、はい、どっちもこっちにしてほしかったな、あ、両方サイタス、サイタス、サイタスでよかった、変えないでほしかったな。この動画見てくれるかな、所長さん。見てくれます。これ僕的にはですけどね、サイタス、サイタスでよかったかな。これ、実はね、うん、あの、まあ、今、ずっとタイベック、タイベックという話してたじゃないですか、この素材が。はいはいはい。革の財布出すらしいです。なんでだよ。革の財布。これの、これのあれじゃないかな。これすごいいいよね、だって。いや、まあ、もともとね、あの、革の、なんだろうな、あの、バインダーみたいなものも出してて、うんうんうん、まあ、それはね、ちょっと数が、あの、うん、もう売り切れちゃったっていうことで、あ、まあ、ちょっと造反なさそうですっていうことを聞いてたんですけど、はいはいはい、もうね、あの社長が商品開発とかデザインとか全部やってるんですよ、伊藤さんっていう方なんですけど、はいはい、その人が、ちょっとカバーやっぱいいなーって言って、ね、ぶち込んでるらしいです。あ、マジで、うん、しかもそれはね、もうメイドインジャパンに結構こだわって作るって言ってたんで、いいね。最初はね、中国で工場を歩き回って探してたって言ってました、これ作るとき、うん、えぐいよ、えぐいな、まあ、これとその最初のブックバインダーみたいなやつかな、ベンチャーだね、うん、でもそれはおすすめしませんって言ってた、そのやり方は、うん、そりゃそうでしょ、中国練り歩くのはおすすめしませんって途方もない、だって日本とだって大きさがそもそも違うからさ見つけられる可能性ももちろん低い中国の工場にあのひたすら入ってなんか打ち合わせしてたって言ってた、すごいね、すごいバイタリティ、中国語喋れる人なの、多分喋れる、ね、すげえ。ステッチもさ、なんか革のステッチとちょっと違う、違うよね、なんかやっぱ、うん、締めじゃないし、そもそも、うん、なんつうんだろう、まあ穴も小さく済むんだろうし、あとこの糸もそんなにさめちゃくちゃ太くこよってる、うん、糸じゃないでしょ、はい、そうだね、だこのぐらいなんか小さいステッチだと、もうステッチなんてもうほぼ気にならない、ほんとデザインの一環みたいな感じ、うん、になってるから、うん、なんかこれはこれでちょっと近未来感があっていいかも、穴がすごい小さくて、あ、これ面白いな、糸もすごい細いやつ、これはいいね、ちょっと使ってって、そのエイジング、うん、どういう感じでしていくんだろうとか、なんかちょっと気になるな。最近僕ちっちゃいボディバッグで、あ、はいはいはい、こうパッと出て、まあ、うん、コンビニ行くでも、うん、スーパー行くでも、あります、ね、ちょっと出かけるのはそういうので行ってるんだけど、うん、まあこういう2つ折りのね、財布、はい、ちょっとやっぱね、でかい、でかいこれ入れちゃうとボディバッグ何にも入んなくなっちゃう、うん、だからあと、まあ、まあこのね財布はめちゃくちゃ気に入ってるっていう話を前したと思うんだけど、エイジングめっちゃうまくいってるから、これ多分別にもう使わないってわけじゃないんだけど、ちょっと一旦今はこっち使いたい、おー、興味めっちゃ持ってる、はいはいはい、すげえわ、
男の人って多分この面好きだよ。この面好きだ、うん、この面好きだ、高密度の線が入ってるとかね、うん、これは男の人がお、なんかいいなって思う何かが隠されてる、この密度に。これいいよね、完全に遊戯王のデッキだもん。そうね、うん、いいわ。ちょっとカードとかも入れてみるわ。あ、ちょっと待って、カード入れる前に見つけた、カード入れる前に見つかった。カード入れがまあこういう感じに、ここがカード入れなんですけど、見れるかな、見えるかな、カード入れの上の部分、これ返し縫いされてて補強されてるんですよね。ここが、ここが結構ほつれてすぐ取れそうだなって正直思ったんだけど、そこね、抜かりなく返し縫いされてるから多分ステッチが切れないし、結構ちゃんと丈夫なんだと思う。すごいね、すごい、こだわってます。すごいわ、こだわってますか。最後これいくらでしたっけ。これは長財布、僕がこれをいただいたやつは、サラズさんの持ってるやつは7900円です。7900円でこれだって、めちゃめちゃ安くない。安いね。で、俺のは5900円です。めちゃめちゃ安くない。安い。そうなの、安いのよ。わ、この触り心地マジでいいな。触り心地いいね、ずっと触ってたくなる、ね、うん、ずっと触ってたくなる、スルスルしてるし。まあ、ちょっとカード今2枚だけ入れてみたけど、はい、まあ、入れるとこういう感じでぴったり入る白いのがカードなんですけど、これはいいわ。ちょっとフル装備にした時にどんぐらい分厚くなるか、あ、そうだ、ね、やってみる。でも真鍮の方は2000円です。2000円、安い、安いね。この財布、こっちの話一回させて。こっちの話ね。カードが、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,14 枚入るんですよ、この財布は。はいはい、でも14枚のポケット全部使うと結構分厚くなってたんですよ。おうおうおう、これ今何もない状態、さっきのがね、あのカード入れてた状態なんだけど、うん、めちゃくちゃ分厚くなってたんですけど、サイタスに今それ全部入れたんですけど、厚さ変わんないの。これめちゃ嬉しくない。転送装置ついてるからね。これじゃあ持ってかれてんのこれクレジットとかも入れちゃったんだけど、かっこいいね、この入ってる時、入ってる時白いのが、そう、白いのが上から見るとシャ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 って、白いのがなんか、ちなみにこれ刺さってる感じかっこいい。今これ小銭も入れてますからね。小銭どんぐらい入ってるか、小銭はまあ6、7枚ぐらい入ってるんですけど、めっちゃすごい、不思議これマジで。なんでだ、だってさ、カード分分厚くなるはずじゃん。うん、しかもさ、さっきの財布よりコンパクトなのに、カードの収納は、1、2、3枚かな ?3 枚分余ってる。おぉ。なんなら1枚のところ、てか1ポケットに1枚じゃなくても2枚3枚入れてもいいわけだから、気にならない人は。うん。うん、って考えると、なんで太くならないんだ。太くなってないよね。不思議だわ。もともとの、もう1枚分の太さは確保されてるってことなのかな、各ポケット。うん、そうなんですよ、不思議だわ。革だとね、もうピッチピチに作られてて、うん、入れて伸ばしていくみたいな感じの、うんうん、そうだね、もうね、徐々にね、一切ゆとりないですよぐらいの財布もあると思うんだけど、うん、こういうのはそういうのができるの、なんで革、こういうのはそういうのができる、なんで革だとできないんだろう。へえ、面白い。これちょっと入れてみないと分かんないことだよね。うん、そうだね。だからもう実際書いてある、はい、実際のサイズで使う時も使えるってことでしょ。使えますよ、もちろんです。へえ、不思議。その状態で使えますから、ね、めちゃくちゃ不思議じゃない。カード入れたのになんで分厚くなんないのって感じで、その分どこ行っちゃったのって話だよどっか行っちゃったんだ。いや、マジ心配になるわ。転送装置ついてる。ロフトに売ってんの。これはロフトに売ってますね。池袋とかにも売ってる。池袋ロフト、銀座ロフト。マジか。心斎橋とか表参道はモマデザインストアっていうところ、っていうところですね。まあ基本的にはあのネットで買えるようになってますし、はい、あとインスタグラムはね、すごいおしゃれなの。ああ。映像がね、おしゃれなのよ。おしゃれなんだ。モデルさんも綺麗だし。なんか建築の人だからやっぱそういう美的感覚みたいなのが優れてるのかね。いや、優れてんだろうね。その建築士ってそういうイメージあるわ。特にその設計というかね、その衣装系、うんうんうん、デザイン系をやられてた方なんで、うんうんうん、そこら辺のやっぱこだわりはね、強いと思いますよ。で、こういう素材系、そのマテリアル系も、うん、その建築の時にいっぱい素材には触れることがあるんで、まあ、そこで培った知識もあるっていうふうにおっしゃってました。へー、すごいよな。
ファスナーの部分、ジップ、うん、がもうちょっとスムーズだったら、うん、最高かも。ちょっと硬い。いや、硬くはない。あのスムーズではあるんだけど、うん、この音がしないぐらいスムーズなやつあるじゃん。ああ。音しないぐらいさ、うん、もう、めちゃくちゃスムーズやん。スルスルのやつね、うん。はい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 。わかった。の方が、俺は好みかな。うん、まあ、こういう方が、ちゃんと開けてるかなって好きな人もいると思う。うん、俺は、そう、このあと、このジップの部分はさすがに布が使われてるんですよ。布なのか何なのか素材わかんないですけど、うん、ここもタイベック、タイベックだったら面白いね。あ、まあ無理があるのかもしれないけど、ね、素材のあれ、金属との縫い合わせみたいな、そう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 、だったら面白いのになと思った。なんかここだけ素材が違うとやっぱ目立つ。うん、確かにね、うん、目立つね。こっちはそういうのがないね。まあファスナー自体がないから。ああそっかそっかそっか。ゼニーでガバッと広がるガマ口みたいな。それいいな。何枚ぐらい入るんだろう。カードカードはね4枚だね。4枚か、結構4枚幾何学のところで、あとこっちの裏とかにね。あ、普通にもうあるのか、ポケットとして、うん、あでこっちは本当に2、3枚とか入れても全然大丈夫。まあ、クレジットとかだろうね。うん、本当によく使うやつ。あとねカードね、僕絞った方がいいと思ってる派なんで。あ、4枚とか入れれば十分。あ、やっぱここマグネット欲しいね。そうだね、マグネットだったらだいぶ楽かもしれない、ね、開けんのか。うん、俺がここまで握り込めるちっちゃい財布ってマジなかった。めちゃめちゃさコンパクトだよね。うん、えぐいほど。このちっちゃい方も欲しい。ちっちゃい方も皆さんおすすめです。可愛いんで。ちっちゃい方は自分で買ってくださいって言われちゃうから買おうかな。おすすめ。これだ、なんだろうな、使ってよかった。普通にメインでも使えるし、うん、サブ財布みたいな。サブでいいと思う。使いやすいと思う、うん、まあ俺はね長い財布をメインにしたいから、サブありだと思うね。なんかお買い物、食費はここかなとか、うん、とか、まあ、コンビニ行く時に、まあ、とりあえずパッと持ってくよみたいなので、うん、お金だけちょっと入れといて、カード1枚入れといてとか、その方が便利なのよ、なんだかんだ。毎回でかい財布持ってくるのちょっとだるいもん。正直な話しちゃってる。正直だるい。これだったらいいわ。これでも水とかには強いのか。水に強いんですこれ。でも和紙って言われるとちょっと怖いよ。水弾くんですよ。ポリだから。これ。それがミスタータイベック。すごいじゃんタイベック。タイベックがすごいのよ。デザインもさることながらタイベックがすごいじゃん。それタイベックを使うっていう発想ね。俺知らなかったもん、タイベックっていう素材を、うん、すごいわ。今財布ってこんな進化してんだね。もう革だけじゃないっていうのを本日ちょっとお伝えしたかったなと思って、うん、エイジングするっていう話だから、これもだからいいわけでしょ。そう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 、もうね、まあ若干だけどちょっとしたシワみたいなのがついてきた、うん、ついてきた、うん、それがどんどん深く刻み込まれてくるんだよね。楽しみだ。それね、なんかあの逆にちょっとシワくちゃにしちゃうっていうのもいいらしい。あ、もう使う瞬間にね。そうそうそう、その開封してすぐで、そう、筋をあらかじめつけとく、つけとくっていう、ね、うん、でもこれもったいないって感じじゃない、うん、すべすべだから、すべすべだよね。これを楽しんでって、これが徐々にシワになっていくことも楽しいよね。うん、最高じゃん。この財布めちゃくちゃ気に入ったわ。もう俺正直さ、うん、これコンパクト財布ってさ、うん、それこそあんまちょっとこう好きくないわって言ってたじゃん俺。うん、言ってたね。なんだかというとカードがさ結局入んなかったりとかさ、うん、俺だとさ自分の個人のクレジットカード、はい、個人事業主の方のクレジットカード、うん、法人の方のクレジットカード、うん、で3枚まずそれだけでクレジットを必要な、はいはいはい、でなんかそれぞれ登録するのでさ、結局なんか3倍人の3倍ぐらいカード持たなきゃいけなくなっちゃって、うん、3種類ずつあって、そう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 、からなんかこうやっていっぱい入れれるのはありがたいなと思うし、最高ですね。コンパクト財布だ。これが不思議だよな。カード入れたのになんで分厚くなるのか。それしかもうずっと言ってない。それしかずっと言ってない。それがずっと。そこが不思議で仕方ない。不思議で仕方ない。まあまあ、ちょっと今度会う時あったら聞いておきます。そうだね。はい、まあ、あの、革はね、まあちょっと革、リサイクルレザーを今検討してるとか言ってたんで、まあ、そのあたりもなんか、ちょっと進展があったか聞こうと思ってるんで。はいはい。はい、本日はですね、サイタスさん、ご紹介させていただきました。ご提供ありがとうございます。まあ、あの、サイタスさんのね、ホームページはあの概要欄の方に貼ってあるんで、ぜひチェックしてみてください。めちゃめちゃおしゃれなんで、おすすめです。かっこいい。はい。それでは、もしよろしければですね、ご用かと
あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。革のメンテナンスサービスつくもやってます。月々3000円で2アイテムまで。長期的なメンテナンスで革質の改善を一緒に目指しましょう。丸洗いなどもご相談ください。詳細は概要欄に。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。